はい、それではね、ラストダンジョンである歪んだ聖域に入りますが、まあ残念なことに、ここ入る前のボスからやり直しなんで、もう後戻りはできないぞ。行くぞ。こいつ倒すところから。これラスボスじゃね。はい、それではね、ブラックラビのとこまでやってきました。こちら、歪んだ聖域の雪別れの滝のところですね。これのここが入れるようになっているということで、ここが入れるようになる条件は、クリアデータをセーブしたデータで始めることです。さあ、それでは状態上対策だけした、さっきのね、裏ボスと戦ったパーティーそのままで、とりあえず行ってみます。難易度はノーマルです。行くぞー。セーブポイントある？強敵がね、ストーリーが援護ありません。ね、先に進みますか、ね。とりあえず初見プレイです。これが最終回になるか、負けて対策したのが最終回になるか、お楽しみに。行くぞ！もう一回聞くのかい。カリナでね、状態異常を無効化にするパーティーもあるんですが、今回は、ジュリの回復で状態異常を解除する戦い方をしてみようと思います。行くぞ。ちょ、画面全部やな。は？マジで？開始の攻撃で即死したんだけど。ね、こちら、またとりあえず来ます。おそらく闇属性の攻撃だったんでね、ダークシールドすれば耐えれると思うんで、ちょっとこれはね、うん。はい、とりあえず、開始と同時に、ジュリの、十分痛えな。これでどう？物理攻撃も多いようだし、とりあえずトランスシェイプ使って物理も無効にして、物理無効にして自分がおとりになる。プレイヤーキャラが一番狙われやすいんですよ。死んでしまう。てかこっち狙えや。ちなみにないのは今更だけど、ノーマン。もう取りやがー。バルも死んだ。これはリザレクションも入れといた方が良さそうだね。私の出番だ。いい感じ。やっぱこれは闇なんで、闇防御してればもうダメだね。
またダメ出したね。怖いね。いやーいいね。状態上なったよっと。やばい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 。ジャンプでダンスのか。そろそろ消えるね。まずいまずい。ありがとう。そして、ガコを呼び出す。あれもどうやらダーク属性に。ジュリンにね、状態上向こうの装備をさしてるんで。で、これが。弾を全部壊さないと特殊攻撃をしてくるとのことなんだけど、今必殺で無理やり壊した。その代わりこっちに使ってるんで、このグレートデーモンとかを真っ赤くしないと。この月のやつに入ると動きが遅くなるんで入ってはいけない。これ待って、光が大丈夫か。やばいやばい、来た。これやばいね。なんかでかくなった。あれか、技使ってる時だけびっくりした。他の月には近づいてはいけない。やばい、これは状態上にかかった。戻り、ずっとワルがゲームだけを持ってる。さあ半分、できるだけこっちを先に倒す。まあ炎だからどうぞ。まあノーマルなんでね、即死ではないので、まだこの上にハードとベリーハードが残ってる。なんか即死しましたね。トランスシェイプを自分で。こっちは任せて。僕に任せなさい。当たれ。シェイド。任せてくれ。オキエンジン。
自体はトランスフェード星なので完全に。まあこれはもうダメなんで、ちょっと攻撃できない。消える前に取っとこう、かけない。ちょっとこう草津打って、いい調子だ、いくぞ。ザコを倒しておこう。やばいやばい。トリアードワールド。トリアード。邪魔なザコは早めに。トランクシェイプが消える前に。私の出番だ。トランスシェイプ。これでノーマルだからね。まだこの上にハードとベリーハードだと思ってまたグレートデーモン。ね、今だいぶやばい。ほら死んだ。任せてくれ。こっち向け、こっち。やばいやばいやばい、あと3個しかない。リバイブを持ってきてないんでね。なんでリバイブがないのかっていうと、ハードの裏ボス君がそんな強くなかったんで、邪魔なだけだから入れなかったらしい。復活がゼロになったらそっから崩れるぞ。復活がゼロになったらジュリにトランスをつけないとダメになる。これか、これ壊せないね。一発で壊さないと。まだまだ残ってる。そしてブラックラビが、3体に増える。これはやばいね。ラス1だ。
死んだ。それナイス、任せてくれ。僕の出番だね。よっ、任せてくれ。僕の出番だね。ふざけんな。あ、私の出番だ。さあ、全然ダメージ通らねえんだけど。全部本物の強さか。全部本物の強さか。これまだノーマルなんですよね。この3体に分裂したうち2体はすぐ倒せるかと思ったんだけど、そんなことなさそうだね。よし、無理やな。もうダメ。はい、ということでね、とりあえずトロフィーだけ取りに行きます。まあこういうことです。難易度がないので。で、一応あれっすね、ジュリにちゃんと回復魔法を覚えさせておきたいところです。リバイブを入れておきたい。ないね、リバイブ。リバイブどこだ。復活魔法がないとね、きつい。どこや。ここだ。はい、足りたな。また強くなったね。精霊の力を感じるよ。また強くなったね。ちょっとこれないときついね。そもそもね、ちょっとレベルが足りてないところもあるんで、一応推奨レベルは80だそうで。まあ、あのベリーイージーまで落としたので、おそらく勝てる。とりあえずね、トロコンをしに行きます。やばい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 、早速やばいね。始めてる。ベリーイージーでも結構強いな。私の出番だ。まあノーマルに比べるとだいぶ弱いね。とりあえずね、今回はトロフィーを取るだけの戦いですか。本当はドーピングしたキャラクターの人たちに一緒にするとかをして、圧倒的に強くするのが必要なんだけど、まあまあベリーイージーならこれぐらいでも勝てそうだ。ほら、
これやばい。やっと一つ。あと一つ。なんか大丈夫だった。よくわかんない。これでベリーエンジンの強さがあって。やっぱあれだね、必殺は釜に登っておかないとだいぶ危ない。まあ体力の減る量がノーマルに比べてみると全然。で、引き入ったね。マルが生き残ってくれて助かったよ。これでどう？これでどう？ベリーイージーとは何だろう。いい感じ。とりあえずこのダークシールドで無効化しないと話にならない。さすがに必殺積んならバルの方が強いな。思ったけど、ベリーイージーの敵は弱いな。私の出番だ。あのね、上でね、魔法を使おうとしちゃう。やばい、消えてる。さあ、とりあえず三分身だ。いい調子だ。バルに帰って必殺。さあ完璧になった。よかった、メリメリダメージ入るわ。ノーマルでも絶望的なダメージ量だったからね。とりあえず1体でも減らせばだいぶ楽になるやん。やばいやばいやばい、動きが。私の出番だ。あのパンネルみたいなの巻かれるのもきつい。とりあえず1体減らす。
消える前にとっととっと立て直して。よし、とりあーこらオキエンジン、どっちは任せて、僕の出番だね。よしまった、あの状態異常を直すやつが誰も体力減ってないと打てない。プイプイそうだ。任せてくれ、はよプイプイせよ使え。あ、でも今ダメージ食らったな。とりあえず1体減らす。1体終わらせる。よし、1体倒した。ノーマルどころかハード、ベリーハードまで考えたら、なんかバグった。外れた外れた、なんかくっついて離れられなかった。微妙にね、敵によってしてくる攻撃が違うみたいだけど、まあよくわかんないから、とりあえず1体ずつ。どれから倒したらいいとか何もわかんない。おーっと、やばいやばいやばい。自分の中でね、十字キーの上がね、魔法使うボタンになってるんで、魔法使おうと思うと一回別キャラに変えてスタートになる。これも食らわないんでいいんだけど。またねやってる。よし、2体目。ネオグラウンドじゃねえんだからよ。3体に増えて全部が本体はやめろよ。で、3体倒したらまた1体に戻ったのが出てきそうだね。これはまずいね。正直ね、あのダークシールドがなければまともに戦うことすらできないと思う。よし、帰ってきた。残り3割。こいつ戦はね、雑魚がいるんで、雑魚倒すと回復する系を入れるのも一つ。やばい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 、いつの間にか来てる。
危ない危ない私の出番だ。この月の中に入りたくないね、さすがに。よし、トロフィーゲット。多分1個、2個、3個いくはず。ベリージュにすれば勝てたけど結構強かった。で、図鑑が全部揃った。ブラックラビを倒した。そして、プラチナトロフィー。はい、ということで、図鑑。まあこれも何分のって出ないんだけど、ね、ブラックラビ、と、このイブザラッハもこれトロフィーに必要なんで倒さなきゃいけないっていう。で、ベリーハードのイブザラッハとベリーハードのブラックラビを倒そうと思うと本当のエンドコンテンツなので、まずはさっきブラックラビを倒して手に入れたアイテム、アビリティで、こちら、はい、聖剣の導き。プレイヤーがこいそのプレイヤーを操作していない場合は絶対にヒットポイント1で死なないというやつです。なのでこれを、状態時を無効化にしたジュリにつけることでどんな状況からでも立て直すことができると。で、場合によっては自分がヘイトを取って自分に攻撃を向けさせて攻撃を食らう直前にプレイヤーを変えることでプレイヤーキャラじゃなくなるので耐えるというのを使ってキャラ変えまくりながら、ベリーハードはやらないとクリアできないレベルの難しさということで、でブラックラビをね今倒しましたが、ご覧の通り何度でも戦えますんで、とりあえずベリーイージーで3回ブラックラビを倒してさっきの聖剣の導きを手に入れて3人メンバーで、全員につけて、そこがスタート地点なところちょっとあるんで、ということでね、一回家です。はい、それではね、この先、ウラボス君とブラックラビのベリーハードは挑戦されるかどうか分かりませんので、ね、プラチナトロフィーということで、聖剣伝説ビジョンズオブマナーは、とりあえずこれで最終回にしようと思います、ね。どうせねちょっとベリーハードと戦おうと思ったらまず一回あのイブザラッハ戦う前のデータロードしてブラックラビをベリーイージーで3回倒してからスタート地点なのでもしかするとどこかで挑戦するかもしれませんし、勝てなかったら、これが最終回になると思っておいてください。それではね、最後に、プラチナトロフィーが取れていることを確認して、聖剣伝説ビジョンズオブブーマナーを終了したいと思います。ということでね、トロフィー画面やってまいりました。ご覧の通りね、45分の45、プラチナトロフィーということで、無事プラチナトロフィーゲットです。7.1% なんで結構プラチナ取得率高い方だと思います。確かに言うほど難しくはなかったし、ね、攻略サイト見ながらやれば、これぐらいでできるということで。まあ、このセーブはしないんですが、ロード、はい。プレイ時間は73時間50分となっておりますが、先ほどのね、プレステメニュー画面で放置してても、このゲームはちょっとね、時間をカウントされるので、おそらく20時間ぐらいは、無駄にカウントされております。なので、おそらくスムーズにいけば、50時間ぐらいでトロコンができるかと思います。といったところでね、聖剣ビジョンズオブマナー、プラチナトロフィーで、終了したいと思います。最後まで見てくれた方はお疲れ様でした。ね、また次の動画で会いましょう。もしくは、おまけのリブザラッハとブラックラビのね、ベリーハードでお会いしましょう。ね、お会いしないかもしれませんが。
それでは、皆さんお疲れ様でした。さようなら。